でもめっちゃいいね、桜。今日は何の企画ですか？チームメイトをいきなり花見に誘ってみた。さあ何人来るでしょう？最悪2人です。誰から誘う？やっぱキャプテン行きますか？じゃあまずはキャプテンに電話かけていきます。我らのキャプ、眠たくなるキャプへ。キャプ、マユ、LINE にいませんでした。いた。寝ませんね。寝てる？寝てます。リエにかけてみます。おばちゃん、おはよう。おはよう。何してんの？今は言えるけど。え、用事ある？ちょっとある、用事。あ、いつから？何時から？昼には出ちゃうかな。じゃあ寄ってから行こう。じゃあ上野城で今2人でお花見ながら来れる人誘ってる。じゃあさ、お顔作るのが早く済んで来れそうだったら来て。増田選手行きます。出ないか。ひなの、みんな出ないね。寝てる？もうどっか行ってる？出かけてる？青い。頼む。もう寝てんのかな？寝てるかな？あ、出た。おはよう。青い、何してる？このお昼からミンさんとミンさんとイチゴ狩り。みんなで来てから行けばいい。ああ、そうだね。あのさ、上野城で今お花見ナウなんだけどさ、もう30分でも1時間でも10分でも、なんなら3人でちょっと寄っていちご狩りに行ってくれても。リッコとか何してるんだよな。おはよう。もしもし。おはよう。おはようございます。何ナウ？何もしてないです。え、今日なんか予定ある？あと雨がどうなるか分からないけどさ、はい、上野城で軽くなんかピクニックじゃないけどお花見し。もういるの？じゃあもうすぐ支度してきてくれる？あ、食べたいものとか。そう、上野城のままで城の下にいる。え、もういるんですか？うん、で自分らは花森の揚げパン買って今アスカといるから、なんか、そうそう、そして、何かを誰か何かやりたいですか？え、もうリコが食べたいのでいいよ。うん、大丈夫です。はい、お願い。はい、準備しました。はい、はい。プロに草刺さった。こんなことありますか？どうかしましたか、リナの。電話かけてどうかしましたか？めっちゃ面白い。どうかしてるでしょ。すいません、もしもし。すいません、もしもし。何、ご飯食べてた？いや、今からです。今何してますか？上野城の桜のもとお花見をしようかなと。アンナ。おはようございます、しもさん。おはよう。おはようございます。マスタバにいました。そばにいるの？一人？じゃあそのまんまそれ持って、はい、それ持ってスタバ持って上野城のお城の下の桜の木の下に待ってます。はい、おはようございます。下城綾と申します。西川明日香と申します。あの、今日は何される予定でしょうか？お、雨がわからんのやけど、今さ、桜の木の下にいるんだけど。来る？早く忙しい？いつ？全然。うん。もちもち。ねえねえ、今忙しいの。あのさ、今上野城の桜の木の下でお花見してるんだけど。雨降ってる。けど来ないかなって。全然さ、雨降っ
れるのかな。アンナ、折り返し来てた。おはようございます。すいません、何してますか。おはようございます。今日のご予定って何もないなら今ちょっとあいにくの天気ではあるんですけど、桜の下にいてちょっと降ってきた。変な人来た。気づかんやった。第一村人こっちに来てよ。第一村人来ました。我ら体張ってます。おばあちゃん来ました。